私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。リーサ、明け星、ガス248、ヘタレたちを抑え、初登場首位。2021年10月27日公開、集計期間、2021年10月18日から10月24日、のビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット100で、リーサの、明け星、が初登場で総合首位を獲得した。フジテレビ系 TV アニメ、鬼滅の刃、無限列車編のオープニングテーマである、明け星は、10月18日よりデジタル解禁され、初週 71,182DL でダウンロード1位を記録した。歌詞表ではストリーミング19位、ラジオ6位、ツイッター19位となり、初登場で総合首位を獲得。同番組のエンディングテーマ、白銀も収録した両 A 面シングルは11月17日に発売予定で、高い注目度が確実に維持されるだろう。ストゥ48の7作目のシングル、ヘタレたちよは、初週売上235,157枚でシングル1位となり、同指標が牽引したものの、他指標が振るわず、明け星に次ぐ総合2位となった。前作、一人ごとで語るくらいなら、の初週売上は194,207枚で、本作は約4万枚増と着実に販売枚数を伸ばしており、その影響を受けた他指標の伸びが期待される。10月22日に公開された映画、キューブ一度入ったら、最後の主題歌である星の源の、キューブは、10月18日にデジタル解禁され、初週 17,558DL でダウンロード2位、ストリーミング77位、ラジオ1位、ツイッター14位、動画再生42位で、総合4位に初登場となった。リーサのアニメ、鬼滅の刃、OP、テーマが首位獲得。歌詞注目度ランキングに宿を、ウィッケブランから初登場。歌詞検索サービス、歌ネットが10月21日付の歌ネット注目度ランキングを発表した。注目度ランキングは発売前の楽曲のみのランキングで歌詞閲覧数、いいね、クリック数の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさにこれから発売される歌詞が注目されている楽曲のランキングだ。今回のランキングでは、1位にリーサへの、明け星、が初登場。2021年11月17日にリリースされる両 A 面シングル、明け星、白銀、のタイトル曲であり、テレビアニメ、鬼滅の刃、無限列車編、のオープニングテーマに起用されている。シングル収録曲、明け星、白銀、2曲ともに、2020年、日本レコード大賞。を受賞した、炎、に続き、再び梶浦由紀による作詞作曲編曲となっている。4位には、アドーの、アシュラちゃん、が初登場。2021年10月28日に配信リリースされる新曲であり、米倉涼子が主演の木曜ドラマ、ドクター X から外科医大門未知子から、主題歌。ゴールデンタイムのドラマ主題歌に起用されるのはアドーに、とって初となる。言葉曲編曲はボカロ P ネルーが担当。アドーオーオードー曲について、とてもリズミカルでポップな楽曲をアシュラと書き合わせたトゲがある歌詞に注目していただきたいです、とコメントしている。5位には、ビッケブランカの、北斗七星、が初登場。2021年10月22日にリリースされる新曲であり、NHK ドラマ10、群青領域、の主題歌。歌は、小なり僕のすべてが君でできてた、気づかないままずっと旅していたよ、好きなんて言葉足りないほど愛してる大なりと幕を開ける。印象的なサビや、冬の寒さと心の温かさを感じさせるストレートな歌詞が味わえる極上のピアノバラードとなっている。6位には、JUJUの、答え合わせ、がランクイン。2021年11月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、杉咲花が主演の水曜ドラマ、恋です。カラヤンキー君と白杖ガールから、主題歌。同曲について、JUJUは、
原作の漫画を読みながら、杉咲花ちゃんが頭の中でずっとユキコさんだったのですが、とにかくキュンとして、笑えて泣けて、いろんなことが学べて、今回そんな素敵な場所にちょこっとでも加えていただけて本当に嬉しく思っております。とコメントしている。7位には、木の真実の絶景未来が初登場。2021年11月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。すべての人々に捧げる応援ソング。くじけそうな時、勇気が欲しい時、何かに挑戦している時など、心を奮い立たせるエネルギーになる一曲。ライブでも盛り上がるアップテンポでノリのいい、木の真実待望のソロデビューナンバーとなっている。爽やかな青春を感じさせる MV にもぜひ注目してみてはいかがだろうか。リーサ新曲、明け星の歌い出しに、こう来たか。梶浦由紀の作った世界観に納得。リーサが東京 FM のレギュラー番組に出演。10月18日に配信がスタートした新曲、明け星について楽曲の印象を伝えました。リーサ、日にテレビアニメ、鬼滅の刃、無限列車編のオープニングテーマ、明け星がダウンロード&ストリーミング配信スタートしました。こちらは、テレビアニメ、鬼滅の刃、無限列車編が放送中なので、オープニングとエンディングともに聞いてもらったと思います。鬼滅の刃ではベニレンゲフロムザエジ、フィクションユングクションフィート、リーサ、炎に続いて、明け星、白銀で前後曲も担当させていただいております。しかも、炎に続いて2回も無限列車編の主題歌をやらせていただくということで、あのね、私も大混乱、ショー。無限列車編はまず映画として公開されて、そのエンディングテーマとして、炎が流れて物語が完結したと思いきや、世界中で愛される作品となったということで、これはテレビ放送でやらにやいかん。と、きっとね、思われたんでしょうね、ショー。それはとてもありがたいことだなと思います。そして今回のテレビアニメバージョンにも、オープニングとエンディングが必要ということで、今回は、炎を一緒に作っていただいた梶浦由紀さんに、2曲とも作詞、作曲、編曲を担当していただいております。オープニングテーマの、明け星、なんですけど、鬼滅の刃は、ポップなシーンもたくさんあるんですけど、どちらかというと、ダークサイドというか、ダークコミックなんですよね。私の好きなダークコミック。なので、鬼滅の刃の世界観を最初に作る上で、明け星っていうのは、なるほど、と思いました。鬼滅の刃のオープニングテーマとしては私がベニレンゲという楽曲を歌わせていただいています。けど梶浦さんがオープニングを担当されるのは初めてなんです。ね。なので、どんな風に梶浦さんが無限列車編のオープニングを表現してくださるんだろうな、と思っていたのですが、こう来たか、と思いました。歌い始めの太陽を空音符というところの、タイからは裏声から入っていくんですね。私の楽曲で裏声から始まるのはないので、すごく新鮮でした。梶浦さんは女性の裏声とか、ハイピッチから入っていく楽曲にすごくキュンとされていて。あのね、これは勝ったね、ショー。梶浦さんをまずレコーディングでキュンとさせられたっていう勝ちもあるし、梶浦さんも優勝した、ショー。こんな発明があるんだ。と、私もすごく驚きました。この無限列車編といえば、私も大好きな煉獄さんが活躍する物語です。ぜひこの後も楽しんでほしいなと思います。ここで明け星をオンエア。リーサ、楽曲を聴きながら、これはすごいですよね。鬼滅の刃の作品を見ていてこの楽曲が流れてきてもう、ね納得した、もん。鬼滅の刃の世界観ってこういう音が鳴ってるに違いない。と思ったし、情念深い気持ちとか、本当に語り部のような楽曲になっています。そして、このオープニングテーマの明け星、エンディングテーマの白銀が入った両 A 面シングルを11月17日に発売します。こちらもぜひゲットしてください。
4位以下は山田涼介さん、平成、ジャンプや岸優太さん、キング&プリンス、松村北斗さん、シクストーンズなどがランクイン。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。